西成アイリン地区ビジネスホテルのキッチンで起きた話を聞いていただきたいんです。今朝は部屋の向こうで猫がニャーニャー迎えに来てくれた。かわいい。で、戯れて遊びました。ホテルの方も今度はあそこにいます。遊んであげて。で、ホテル内の猫の存在こんな感じ。でも、最悪なことが聞いてほしいんです。これは何と言ったんでしょう。よくわかりませんでしたが、今来たこの人はキッチンでうがいして行きました。さあ、作りましょう。作りましょう。と作っていたら、おはよう。とレンチンしてた人が入ってきました。カナダに行ってたけど日本の食べ物の方が美味しい。缶詰その他保存食しかない。30度だという話をしていました。ここまではいいんです。仕事でカナダに行っていたといい、今回はトロント、西成に戻って、次はモントリオールに行くそうです。ここもいい。ああ、そうですか？日本を飛び出す感覚が私にはないので、ほうおうって感じです。で、仕事はラテン系だと勝手に思ってたのですが、違いました。芸術家だそうです。小説を書いて、海外で販売して、生活しているそうです。小説家の中で、芸術家と自称する人、しない人がいると思うのですが、この自称小説家さんは、芸術家と言われていました。まだここもいいでしょう。英語で話し出しますが、中学生英語です。ここも良しとします。This is the いろいろと言ったりもしています。私疲れてきました。英語話せるんですね。すごいとか言った方がいいんですかな。いや、言ったが最後。では？でもまだ個人の自由の範囲ということにしましょう。自分はまだ結婚していない。結婚する気はある。もちろん、自由です。そうですか。どうぞご自由に。カナダは、自分の作品を販売するだけ、恋愛するいとまがない、ってことでしょうか。しかし、日本へはまたカナダへ、行くために、帰ってきてるんでしょう。カナダで結婚して、ずっとカナダでも、いいのでは？ただ、自由です。どうぞご自由に。しかし、彼は、こういう話をしました。まだ結婚していなくて、結婚する気がある。今回はトロント、次はモントリオール、海外に住みたい女性を探している。俺はまだ子供が作れる。女性は35歳までしか作れないから、35歳以下の女性で、カナダに興味ある人いたら、紹介して、と60代に見える男性に言われた。一番嫌いな話。怖い。初対面の人、料理を中断。芸術家と自称、女性は35歳まで、
私はこういうことを言ってくる人無理です。人間の仕組みとしてどうであれ、それを口にするかどうかは大きな違い。私だけでなく、きっと多くの人が面倒くさい人と接したとき、字が過ぎるのを待つとか、そうですか？と聞き流して我慢するという対応だと思います。これを変えてみた方がいいんじゃないかと思いました。いや、言ったところで、ですよね。あれだ、その場を立ち去る訓練をした方がいいな。今、気持ちがとってもしんどい。きっと、向こうは、なんとも思ってない。でも、私は、不快で不快で、苦しい。これは、回避すべきだった。西成には、いろいろな人がいる。今、宿泊してるホテルだけでも、いろいろな人がいるんだろうな。いや、それは、どこも同じか。自称芸術家は、英語で自分の名前をネット検索するよう、いい、彼のホームページ、見たけど、英語オンリーのサイト、日本に発表することは、そんなに興味ないものか。とにかく、日本で働いてまた、カナダへ行くと、言ってた。こんなことを、言うのはあれだけど、あんなこと言うから、言わせてもらうけど、小説で食べていけてなくて、西成戻って日雇い、で、仕事しての生活の、60代くらいの男性が、何言ってんの。無駄な時間だった。時間だけならともかく、気分が非常に悪い。レンジは各フロアにある、キッチンらしい。ってことは、同じフロアに暮らしてるぽい。すぐに戻るぽいことは、言ってなかった。憂鬱だ、憂鬱だ。聞いていただき、ありがとうございました。もちろん、聞いていただいたのが、すべてではなく、ゆるい町、ゆるくやってます。